はい、岡山将棋教室です。よろしくお願いします。今回は相振り飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。こちらは三間飛車で相手は向かい飛車ですね。7二銀と上がってきたので、これで相手は美濃囲いが確定しました。こちらは穴熊に組んでいこうと思います。相振り飛車で穴熊はなかなか珍しいと思うんですけど、コツをつかむと非常に勝ちやすい戦法なので、ぜひ皆さん真似してみてください。穴熊に組んだ後はどんどん駒をぶつけていくのがポイントとなります。5五歩だと6三銀と引かれて失敗です。ここは銀をぶつけていきます。この手に対して6三銀だったら4四銀と出て角が逃げて5三銀成で大成功ですね。なので相手はこの銀を取るしかありません。形勢はまだまだ難しいんですけど、銀を交換して玉の硬さがいきそうなので、作戦は成功と言っていいと思います。ここからどうやって攻めていくかは腕の見せ所ですね。左側は高美濃が硬いので、手薄な右の方から攻めていこうと思います。普通の囲いだったら玉の方から攻めていくのは悪手なんですけど、今回穴熊が非常に硬いので、このような攻め方が可能となっています。2筋は受けずに強気に銀を打っていきます。次は2三歩同飛車3四銀成がありましたね。なので飛車を置いてきたんですけど、2五歩と打って同飛車だったら3四銀ならずで飛車角両取りです。これで飛車を端に追いやって桂馬を取りに行けば優勢になると思います。相手は指す手がないので歩を垂らしてきました。ここはいろいろな手がありそうなんですけど、2六に歩がいたままだと攻めにくいので、この歩を取るのが一番わかりやすいと思います。角をどかして2六金ですね。相手は角を3三に引く一手で2六金と上がります。その局面で相手は攻めるしかないんですけど、なかなかこちらの穴熊が硬いので攻めは難しいと思います。その後は相手がゆっくりしていると3一成銀3二成銀と成銀を使っていけば優勢が拡大していきます。角をさばきに来ましたが、この手に乗じてこちらはどんどん攻めていくことができそうです。まあ普通に同歩と取って大丈夫そうですね。角を交換されて4四角で飛車金両取りなんですけど、そこは桂馬が効いているので大丈夫です。これはおそらく相手がうっかりされましたね。はい、今回は相振り飛車の将棋をご紹介しました。穴熊に組んだ後はどんどん銀をぶつけていけば非常に勝ちやすい将棋となりましたね。ぜひ実践で試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。